腹が立っちまったわけもなく家を出たんだ。公衆電話から友人に声をかけ待ち合わせた16の夜、ガソリンスタンド自動販売機で缶ビールを開け二人そろう眺めた。道場跡の空き地へ続く道でタバコもみ消し全てに唾を吐いた。叫ぶ